はい、どうもお久しぶりです。今日は12月のもう10日前後ですからね。そうですね、2ヶ月ぶりぐらいですか。2ヶ月ぶりぐらいですね、はい、旅に出ると、うん、行ってからどうしてたのこの間。実際旅に出てた。出てまして、なんかどうぞこれ使って。ありがとうございます、はい、うんうん、旅に出てた、うん、あの時は出雲の方、出雲大社の方から、うん、行くということを、ね、っていう計画だけ聞いてましたけど、うん、じゃあその旅の話を。そうですね、うん、で途中2回だけ東京に戻ってきたんですけど、うん、それ以外はもう出ずっぱりで、うん、最終的に11月の17日まで。ああそうですか、うん、だからまあ本当ちょうど1ヶ月ですね、うん、日本中って言ってもね、なんか今回、うんうん、もともときっかけは僕の8月30日って、まあ、誕生日の日に、うん、ちょっと日本中巡りますって、うん、よかったら会ってもらえませんかっていう投げかけをして、うん、じゃあ遊び来てとか会いに来てとかって言って、うんうん、行ってくれたところを訪ねてたんですけど、で最終的には41箇所すごいね、うん、巡ったんですけど、巡ったんだ、うん、ほとんどが西、うん、あ東京より西、うん、なんかちょっと不思議なぐらい、なんか北とか東は本当にゼロではないけど、うん、もうかなり少なくて、うんうん、ほとんど西。あ、そうですか、うん、だから九州とか瀬戸内とかそういうのが結構多くてね。あ、うん、まあとにかく東京より西ね、はい、うんうんうん、なんか印象的なとこありました。そうですね、なんかいくつか行ってどうすんの、呼ばれて、うん、影山ですって言って別にあどうもっていう、まあそういうこともあるわけ。まあそう多いパターンは、うん、ついて、うん、その日の夕方から夜に少し講演会みたいな、うん、トークイベントを企画していただいてて、うんうんうん、いいですね。で、まあ、一晩、うん、その宴会を経て、うんうん、夜を懇親会やって夜、うん、まあ一晩寝て、うん、で翌日その街を少し案内してもらって、うん、半日ぐらいかけて、うんうんうん水戸黄門だ。まあそうだね、うん、ほんと贅沢よ、うん、その地元の人にそうやってね、うん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 、地元を案内してもらって、うん、で面白い人紹介してもらって、うんうんうん、でまた夕方になったら月の町にじゃあっつって行ってきます、ね、うん、そうだね、うんうん、やっぱり親切にしてもらって、とってもいや本当にね、うん、嬉しそう嬉しそうだね今日ね機嫌いいなとは思ってたんだけど本当ですか、うん、まあまあもうやっぱり人の愛に触れたいや、うん、いやこんなに歓迎されることってあるっていうさ、うんうん、いうことじゃん。そうだね、そうだいたいここでのぼやきはなんか歓迎されないっていうぼやきだからね。そう、誰からも認めてもらえないとか、うん、誰からも必要とされてないみたいな話、うんうんうん、が多かった多かったでしょ、うん、行ってみたらやっぱり歓迎された。歓迎されて、うん、いや、まあ、待ってましただし、うん、その、いや、いつもね、うん、影山さんの投稿とか、うん、まあ、なんならこういう豆くるも、うん、見てる人もいる。すごく、うん、共感しながら見てますとか、うんうん、ゆっくりそげも読んでて、うん、もうなんなら人生のバイブルですとか、うん、その本をきっかけにカフェを始めましたとか、うん、いう人たちがもう本当にたくさんいて、うれ、ん、しそう。嬉しそう。本当にいや、まあ嬉しいことだよね。そんな嬉しいことないじゃんっていうさ。そう、うん、なんかこの人生どうだったのかなと思ってた矢先に矢先に、うん、そうやっぱり届いてた。届いてましたね。届いてた。もうぼやかないいやでもそれは確かに大きいかも。なんか、うん、まあね、こうやってお話してても、うんうん、なんとか思い浮かぶわけですよね、そこで会ってきた、うんうん、会ってきた日本人の人たちが、うんうん、いやそれは大きいです、確かに。こんな猛攻で誰が見てんだとか、うん、俺は覆面レスラーになるとか、そんなもうヒール役になるとか、そんなようなこと言ってた自分が恥ずかしいほど、いやいやいや、まあまあそうだね、うん、その時は分かってなかったっていうことはありますね、うん、やっぱり歓迎してもらってね。はい、やっぱどういう、まあそれぞれのあれもあるんでしょうけど、総括するとどうなんですか。総括すると、うん、まあなんか革命は起こりつつあるなとまた大きく出てるけどうん、ことかなと思って、まあ、やっぱり危機感を感じてるような人とか、これなんじゃないんじゃないって思ってる人は多い多いし、うん、でそれを少しでも変えるべく、うん、それぞれの
できるとこからね、うん、まあ、できる半径から何かしらやり始めてるっていう人たちがやっぱりちゃんといるから、なんかまあちょっとだから行く前とイメージが変わったかもしれないのは、うん、昔はなんとなくその、うん、それこそ日本カフェ党とか、うんうん、まあなんかね、うん、我々が都知事になるなり、うん、大統領になるなりして、うん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 、ね、日本中をこう引っ張っていくみたいなイメージが、うん、まあどっかにあったけど、うん、なんかそういうんじゃないなと、うん、まあどっちかっていうとその、うん、まあ何事も自立、草の根的な、うん、まあ自立分散型っていうのかな、うん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 、だからまあそれぞれがそれぞれそういうのをやっていくから、うん、まあ僕は僕で国分寺なり、うん、ね、こういう東京で、うんうん、なんかちょっと面白いことを、うん、やってね、で、うん、今の世の中の大きな仕組みをちょっとでも、すいません、はい、世の中の仕組みをひっくり返したり傾けたりすることができれば、うん、まあ、自然となんとなくそれらが飛び火していくっていうかね、なんかそういう地ならしみたいなのができたっていう感覚がちょっとありますけど、行く前はもう本当に誰がこういう危機感を持ってる人いるんだろうかとかね、うん、まあ、それでも僕が旗振り役になって何人かがついてきてくれればっていう感じだったけど、そうではない、うん、そうではないなっていう、うん、だからまあ僕は僕でやっぱり僕チームとかね、うん、僕と一緒にやっていく仲間を、うん、近いところで増やしていきたい気持ちは、うん、まあ、むしろより強くなりましたけど、でもそこは別に孤立してるってことでもないっていうか、うん、なんかまあ植物的なイメージでいうとその地下茎でつながってるっていうかね、だからなんとなくどこかで何かが起これば、うん、その気配をお互いに感じ合って、うん、で、ある部分では連動していけるみたいなことが起こりそうだなと思って、うん、でそれがなんか起こらないと、うんうん、人生お先真っ暗とかこの世は不幸だとかって思うことは全然ないけど、うんうんうん、まあ、でもそういうことがちょっとずつでもなんか起こってったら、うん、それはそれで面白そうだなっていうふうには思えるようになったって感じですかね、うんうん、やっぱり愛情が大事ですね。愛情が大事、愛情が足りてなかったっていう感じですね。そのね、そ、愛してるよって言われたりなかった、うん、言われたりなかった、足りてなかったっていう人生において、そういうことかもしれませんね、うん、やっぱり愛されてると実感すると元気も湧いて、そうですね、顔つきが違いますもんね。本当ですか、まあ、それさっきね、佐藤さんにも言われましたけど、はい、そうです、はい、ですから誕生日の日に、うん、ちょっと思いついて11月17日って僕誕生日ですか。そう、17日、あ、そうだ、帰ってきた日だ。そうです、おうおう、だから僕の誕生日の間に一つお兄さんになってね、はい、なったという、うん、まあそんな話ですか。そんな話ですね、うん、うんうん、それでどうですか、さ、それいつそれ帰ってきたの。11月でしょ、だから、うん、そう、まあ、2週間ぐらい前、2、3、うん、そうだね、まあ、うん、ぐらい前ね、そうだね、うん、3週間前ぐらい、うん、でその後、まあ、1回だけちょっと延長戦っていうんで、うん、気仙沼と石巻に行ったりみたいなこともあったんですけど、基本は日常に戻り、うん、まあ結構1ヶ月離れてると、うん、それはそれで仕事がたまるってもちろん出先でもやれることはやってたけど、うん、なかなか集中してできないってなるしね、うんうん、だからもう帰ったら店がひっちゃかめっちゃかとかそういうことではなかったですか。あ、それもだから心配はどっかでしてたんですけど、うん、まあ、少しこうあるところに負荷が偏って、うんうんうん、ある人の表情が暗くなってるとか、うんうん、ちょっとこことここに火種が起こってるとか、うんうん、いうことはなくは、うんうん、ないけど、うん、まあ、全体としても全然なんかつつがなくっていう、うん、すごいじゃない。それはね、なんか、うん、まあもともと大したことしてないって話もあるけど、うん、よりなんかそのことに対して頼もしさを、うん、感じて、うん、やっぱりために出るもんじゃん。そうね、だからいらないことで、うん、まあまあそれはそれでちゃんとスイッチが入るっていうかね、うんうん、なるほど、うん、だからとっても良かったです。なんかこのタイミングで行ったことを、うんうん、これみんな見てると思いますよ。あ、そう、何を、これをだからその行った人たちがね、あ、そのね、出先で会った人たちが、出先に会った人たちが東京に帰ってきた、うんうん、影山さんが一体どういうね、うんうん、反応してるのかっていうのはもうみんな今見てますよ。いや、結構注目されてる感じはありますよね。いや、会ってね、うん、で知らねえ。いやいや、会って、うん、会ったの、会って、うんうん、まあだからツイッターのフォロワーとかもまあちょっと増えてたりとかもあるし、うんうんうん、この間10月のあれが6日か、うん、くるみ殿ゆうべってまずってやってる、うんうん、あれでその旅の総括みたいなことを、うんうん、したんですか、うん、2時間かけて話したんですけど、うん、結構見てくれてね、うん、あそうです、そう、だから一気に再生回数も1000回ぐらい超えて、うん、いや、すごいね、うんうん、それでね、あれです、最近のめでたい話としては、うん、
あの YouTube の総再生時間も4000時間を超え、うん、そのこともあってね、うんうんうん、でだから登録者数も1000人も超えてるから、うん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 、ようやくこれで、うん、あの収益収益化が YouTuber になりました、うん、YouTuber になりましたはい、すごっ。まあこれからですけどね、うん、まあそれようやくそのハードル超えられたってことなんかにつながりましたね、結果的にね、うんうん、旅をしてね、うんうん、いいことづくめでいいです。いやいや、まあそうですね、うんうん、今日この辺で終わりますか。いや逆に井川さんはだから2ヶ月間、10月11月ですよね、 およそ10月11月ね、うん、何してたかって、何してたか、何してたんですかね。やっぱり連ドラのイメージはちょっとありますかね。もう連ドラしかないですね。あ、連ドラと吉野と、あ、吉野とね、うん、うん、あのまだ第1話が公開されてないんですよね、はい、そうなんです、うん、それでもうお察しいただけると嬉しいんですけど、まあまあとにかく連ドラですね、うん、で連ドラやると、うん、このラジオなんかも更新滞るわけですよ、うんうんうん、まあ作業してると同じですもんね。そうそうそう、作業してるのも同じだし、なんていうかな、やっぱり小説書いてる時とエッセイを書いてる時との違いみたいなのがあって、ありますね、うん、エッセイを書くと小説が書けない、うんうん、小説書いてるとエッセイ書けないっていうことってあると思うんですよね。あるある、それはある、うん、まあ、誤解を恐れずに言えば、はい、こうラジオって楽なんですよね、うん、まあ、エッセイ的と言いますかね、うんうん、そのこうサッとできるし、うんうーんって言って今日ね一本も撮れなかったとかないじゃん、うん、だけどまあその脚本書いたり編集したりとかっていうことをやるとやっぱりもう全然進まないっていう日が続くじゃないですか、うん、その時にラジオなんかやるともう何にも進まないです。もう二度と書ける日が来るとは思えない、あぐらい切り替わっちゃって戻れなくなっちゃう、そう、あでついこの前まで吉野のアルバム作ってたんですよ、うんうんうん、でこの吉野のアルバムっていうのもえらいめんどくさい作業です。あ、もうそれ発売この間日曜日にね、うそうライブやって、はい、それはその発売ライブなんですけど、あ、そういうことなんですね。11月の下旬に、うん、まあリリースしたんですよ、うん、でそれだってもう言っちゃうけどマメクロの2億倍ぐらいめんどくさい作業なんですよ。いやいや、そりゃそうだよね。もうそのアルバム作るにまでなってたことにまず驚きだけど、うんうん、だからそれはめんどくさいんですよ、うん、本当にこうやっちゃやっちゃやっちゃみたいな。だから僕らで言ったらなんだろう、マメクロの、うん、何の話題をするかを徹底的に議論して、うん、あで次の話題はこれだって言って、うん、撮ってみて、うん、違うんじゃない、うん、さっきの切り返し違う、ちょっともう一回そこから撮り直すかっていうことをやってるようなもんなんです、うん、ああ、あるよね、そうか、実際録音の過程がね、うんうん、だけどこれはジレンマがあって、うん、それをやったから良くなるかって言うとそうでもないです、うん、だからマメクルのこういうのをやって僕なんていうんだろう、なんかマメクルの勢いみたいなものっていいですよねっていう、うんうんうん、だノイジーなものも含めて、うん、これって多分出てるでしょ、はい、でもやっぱデジタルで一つの作品ってことになるとやっぱりノイズをノイズすらもコントロールせんとしようっていう、はいはいはい、自分の中のその愚かさがね、いやいや、あ、そう出てくるわけだから、うーんっていうところがあって、うん、やっぱ作品だと思うとやっぱそういう風にまあこうなっていく、うん、研ぎ澄ましていく、まあ、そうね、まあなんかライブの、うん、音源っていうわけにもいかない、うん、いかないから行かないし、うん、ライブ音源ではやっぱできない表現があるあるんですよ。でもともと吉野自体がさ、うん、あえてゲーテ先生から始まったりした経緯も含めて、うんうん、まあ一発撮り的な、うん、勢い的なその良さとか面白さっていうことがずっとあるでしょ、うん、あるあるある、ね、アドリブのっていうことだったり、そうそうそう、それをアルバムにこう収録するってなるとまたちょっとこう違う筋肉っていうか、うん、もう全然違うんですよ、うん、で僕はそっちはそっちの方がすごく面白いんですよ。あ、それはそれで面白いんです。そう、ライブやってるよ、だからやっちゃうんですよ。あ、ライブやってる感覚よりもアルバムを作ってる方がなんなら面白いんですよ。あ、そう、うん、うん、だからなんなら永遠にやってたんですよ。
あ、そうなんだ。そう、だって永遠に直せるから。ここちょっと例えばで息するブレスがね、ブレスの音がちょっと大きいんじゃないかとかちっちゃいんじゃないかっていう風になっていったりすると、あ、しっくりきたな、これだったっていうことをいちいち喜びなんですよ。ところがそれって聞き直してみるとあれっていう風に迷子になるんですよ。だから永遠に終わらないんですよ。でも永遠に面白いんですよ。だからね、どっかでもういい加減にしなさいよっていう自分がいるでしょ。だから本当は誰かいて、もういい加減しなさいよって言ってくれる人がいたり、いや、さっきの愛情じゃないけど、いや、もう素晴らしいよ、これ以上はもうないよ、ないよ、もう逆にこれ以上やっちゃうと、あ、変かもよって言ってくれれば、分かったって言えるんだけど、それがいないじゃん、女房役が自分だから。だから自分でもういい加減にしなさいよっていう時がもうきついですよ。あ、それは連ドラも一緒ってこと？連ドラも一緒。ただ連ドラは、連ドラ、だから連ドラはね、今回面白いんですけど、すごく助かってるのは、あの、スケジュールがタイトなんですよね。だからね、もうそんなに、もう主役が取っていくしかないっていう感じがあって、はいはい、こう、なんて言うんだろう。あの、作品を作ってるっていうよりは、作業なんですよ。いいも悪いも、はい、だからあのサクサクといろんなこといくんですよ、なんだけど、その一人で例えばだからアルバム作るっていうことって、これはね、だから人間がなぜ分業を始めたのかっていうことだと思うんですよ。やっぱりそのスイッチを切り替えるのに時間かかっちゃうんですよ。そのここからこれに変えるのが、だから言ってみればそのズームレンズみたいなものじゃなくて、いちいちレンズ外して、はいはい、その広角レンズとか望遠レンズに変えるみたいに、それがね、年とともなのか、やってることがちょっと複雑になってるからなのか分かんないけど、時間かかっちゃうんですよ。で、昨日もう第5話の台本を書かなきゃいけないんですよ。で、第5話がもう今週末撮影の予定なんですよ。だけど本できてないんですよ。今週末って明日明後日、そうなんです、そうなんです。でスケジュールで抑えちゃってるんです、はいはい、だこの辺の人たちは出るんじゃないみたいな人はもう勝手に、ああそうか、本はできてないから 誰に役があるかも本当は分かんないけ ど多分いるだろう、だそのぐらいせっつかれてるんです。なるほど。で筆が遅いんじゃないんです、筆は早いんです。早いですよね、いつも。でもさ、まあその12月ギリギリまでライブやって、あ、じゃあアルバム作って、でこの前は渋谷のね、JG ブラッドっていう、結構大きいところでやって。やったってね。で、そういうのもあって、まだ終わってからさ、2日ぐらいしか経ってないのよ、ライブから、できるわけねえなんて思うの。余韻もね、引きずってるし、なんなら声も枯れてるしぐらいの中で。でも、もう書こうと思ってるプロットみたいのはもう頭の中にあるから、まあ、書けるんしょって思ってんだけど、昨日、おととい、書けないんですよ。時間があっても、時間があっても、あ、なんかね、変な資料読んじゃったり、ラジオ瀬尾さんを収録したり、あの、そうそうそう。まあああいうのがあるとね、もう本当やめてもらいたいね。まあちょいちょい入ってくるもんね、入ってくるから、ね、そう、それだから、切り替わんない、二人三脚の話をしたり、そう、だから切り替わんないことに。でもね、年とともになのか分かんないけど、もう諦めがついてるんですよ。ああ、それもそう、これはやっぱりこの時間はいるものなんだと思って、この時間をないことにしちゃうんだよね、人間って。だから便利になるっていうのはそういうことでしょ。もう今日今から飛行機で行けばさ、1時間後に札幌に着くってできるじゃん。でも本来な、まあじゃあ電車でね、汽車で行ってたらさ、まあ、1、2日かかる、ね、移動する時間にそこのスイッチがこう切り替わっていっていたはずっていうところはあるんだよね。そう、多分その過程に時間があって、多分何にもできないじゃん、電車の中とか、だからこそそこでできる仕事っていう か、なんか切り替えるとか、で風景が変わっていくとかいうことが多分その旅情なんだろうけど、今はもうすぐ現地に着いちゃうから、パッと切り替えてって言ってもね、その時間をないことに
見立ててるね、自分のスケジュール管理が、うんうんうん、だからね、それがもう吉野あって何もあってっていうのがあって、それがまあこの2ヶ月大変だったのと、奈良に行った話しましたっけ。いや知らない。あ奈良、うん、あれ奈良の話してない。してないしてない。じゃあそれはまた来週。来週。はい。